はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回は透析変形の問題を2問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は透析変形、等しい面積のものを探す問題なんですけど、基本的に透析変形、学校の定期テストだったら、もうこの1番が、もうめっちゃ出てきます。で、これもちろんちょっと形が変わったりはするので、類似問題はね、本編の方で取っておりますので、その類似問題やりたかったり、あとは透析変形のちょっと基礎的なところを聞きたい場合は、この動画の最後にリンク貼ってありますので、そこから飛んでみてください。で、まずちょっとね、この図形説明していくと、平行四辺形 ABCD なんで、外平行四辺形になってます。で、BD 平行 EF なので、対角線が1本は BD があって、書いておこうか。それと平行な線が1本引いてあります。EF ね。で、さっき言ったその有名な図形っていうのは、平行四辺形があって、対角線が引いてあって、その対角線と1本平行な線が引いてある。で、あとこうね、線分を結ぶからちょっとごちゃごちゃしますけど、それがすごく有名です。だからもしかしたら対角線がこっちに引いてあって、AC ね、こう引いてあって、一本どっか平行な線が引いてあるみたいなパターンもあるんですけど、どっちにしろ解き方は同じです。で、今回は三角形 ABE ですね。ちょっと引きましょうか。ここです。こいつと面積が等しい三角形をすべて答えなさい。で、このパターンの問題は基本的に答えが3つあります。同じ面積の三角形がね。で、解くときのポイントとしては、今三角形 ABE、まあ、こいつが主役ですよね。で、こいつと同じ面積のものを3つ探そうっていくんではなくって、まず、こいつと同じ面積の三角形1個見つけます。そしたら、今見つけたやつと同じ三角形の面積が同じやつを探す。で、もう一回こいつ、今見つけたやつと同じ面積のやつを探そうっていう。順番で一個ずつ見つけていく感じ。だから、ABE からいきなりこいつ多分見つかんないっす。問題やり込んでて知ってれば見つかるかもしんないけどね。だから、一個ずつ見つけていくっていうパターンになります。で、あと透析変形に関して、まぁ、ちょっとね、詳しいことは本編見てもらえたらと思うんですけど、基本的に一番大事なことは、平行な線があります。で、その時に、底辺を一箇所固定します。ここに底辺って固定するでしょ。そしたら、その底辺を使って、こうやって三角形作ったり、こうやって作ったり、こうやって作ったり。どの三角形も面積が同じなんです、これ、絶対に。で、なんでかっていうと、今、底辺は固定しましたよね。だから、三つの三角形、底辺は全部同じだと。で、平行な線を引いてるので、高さが全部同じなんです、ここ。高さこうだからね。平行な線の間の長さはね、全部同じになるんで。だから、底辺も高さも同じだから、三角形面積同じですよって。で、よくこういう問題で使うときは、底辺を固定するって言い方でこれするんですけど、底辺を固定しましたと。そしたら、ここが高さの、まあ、頂点になりますよね。高さを平行な線の上で移動して OK だよって。だから、高さのこの部分をこっちに移動してくれば、この三角形になるし、こっちに移動してくれば、この三角形になるよっていう。高さの場所をこうやって平行な上を移動するイメージ。これがすごく大事です。で、前置きがね、長くなりましたけど、じゃあ ABE から行きましょうと。で、一番のポイントは、底辺をどこに固定するかが大事。で、今回先に答えを言うと、これは BE を固定します。こっちじゃダメなの。AB じゃダメ。で、なんでかっていうと、今 BE ここに底辺固定すると、高さの頂点はここですよね。今、これこれはして。BE と A のとこに引いてる AD、これ平行ですよね。平行になってるから移動しても OK なの。でも、AB、こっちを固定してしまうと、E を通ってる線ってここになるけど、平行じゃないんですよ。こいつとこいつが。平行じゃないのに高さ移動したら面積絶対変わってしまうので、底辺と平行な線で移動しようねっていうのがルール。
だからこの A をピーってここに D に持ってくれば底辺ここで高さの分が D に変わるからこうやって A がこっちに移ってきた。でもこれは底辺同じで高さも同じだから BE、まあ、BDE か。こいつは面積同じになりますよね。つまり1個目の答えは三角形 BDE になります。これが1個目の答え。で、さっきも言ったように、今度は三角形 BDE、こいつと同じ面積が、面積が同じものを探しに行きます。じゃあ、底辺ね、どこに固定しようかなって考えるんですけど、さっき使った底辺の BE はほぼ使わないです。次は違う底辺に固定します。で、どこかっていうと、ちょっと色変えますね。ここです。BD。これを底辺にします。ここね、ちょっと長く見にくくなるけど。底辺。と、高さの頂点はここですよね。ここ。底辺がここにあって、高さがここにある。で、なんでここに固定するかっていうと、BD と EF が平行ってわざわざ書いてくれてるんだよね。問題でそう指定してくれてる。だからもう移動してくれよって言ってるようなもんなの、そこが。つまり、BD 固定して E を平行な線の上のこっち側。F まで移動していいよって。つまり、この三角形 BDF ですね。こいつは BDE と底辺同じで高さ移動しただけだから、面積が同じになります。BDF。これで二つ目終わり。で、最後はこの今の青のね、BDF と同じ三角形見つけましょうと。で、その時、底辺どこに固定するか。さっきの BD はもう使ったので、ここか、ここになるんですけど、基本的には、平行四辺形なので、外の部分、使った方が楽です。だって外を使えば絶対こっち平行な線あるからね。つまり、今 DF、ここを、底辺で固定すると高さは B だよね、頂点。で、こことここは平行だから、B を A に移してこようと。そうすると、底辺ここなので、こういう高さ、ここになって、こいつ、今引いた ADF か、と BDF は同じだから、この3つが答えですよって。ただ最初に言ったように、ABE、こいつと ADF、こいつが同じっていうのはなかなか気づかないと思います。形見て、おお、これ同じだね、絶対同じだよ、みたいな。まあ難しいので、1個ずつ解いていく。こうやってね。点がポイントです。まあね、答え下に書いて、下入るよね。書いておきましょうか。三角形、ちょっと色、インクごめんね。BDE と三角形、BDF と三角形 ADF。もちろんこれ書く順番違っても大丈夫です。これで終了となります。この問題はもう定期テスト出なかったら本当ごめんなんだけど、本当にテスト案入ってたらよく出てくるので、解けるようにしといてください。個人的にはもうサービス問題だと思ってるので、定期テストに関してはね。では、2番行きましょう。で、ちょっと違う形になるんですが、まず平行四辺形 ABCD。ここは変わらないです。で、BC の延長上に、まあね、伸ばしたところに P を取りましたと。で、AP と CD の交点 Q にしましたよって。じゃ、この時、BCQ ね。主役は、ここです。こいつと同じ面積のものを探しましょうっていう問題になります。で、結論から言うと今回答えは2つです。同じものはね。で、1個は見つけやすいと思います。1個はぜひできてほしい。で、どこかっていうとさっきと同じです。底辺の高さ、底辺を固定します。で、まあ、平行四辺形使ってるので、BC、外側の部分、ここかここを固定するといいです。この中の部分あんまり使わないので、基本的には。で、今回 BC 固定しちゃうと高さ Q なんだよね。でも Q とここ横に線移動できるとこがないのでこっちは固定できないと。じゃあ CQ を固定すると高さが B になるからこれだったら移動できるでしょ。平行な線で。つまり A まで移動してくれば、青でいいか。ちょっとごめん、青を使うよ。この面積。ちょっとね、こう、あえて消していい？ちょっと消して。点線っぽく、ごめんね。ここが面積同じになります。つまり1個目の答えは三角形
ACQ か。これが1個目の答えです。これは、こっちと同じことをやってるだけなので、ぜひできてください。自分の力でね。で、問題がもう1個なんです。もう1個。で、これ結論から言います。結論から言うと、ここなんです、面積。この三角形が同じになります。なので、DPQ でいいか。三角形 DPQ。この二つが答えとなります。で、理由を言います。で、これはちょっとね、テクニックというか一つ技が必要になるんですけど、今ですね、この青と青を比べても、なかなかピンとこないんですよ。別にここ平行じゃないしね。でも、そこじゃなくって、ちょっと大きくします。この赤の三角形、こいつね、と、この赤の三角形、これ面積同じです。今二つ引いた赤の三角形。なぜかっていうと、底辺 CP で固定します。ここね。固定して、高さをここ A と D 移しただけ、平行だからさ、ここ。移しただけなので、赤の三角形同じになります。いい。これもさっきと同じ知識としてはね。で、それぞれの赤の三角形から、この部分の面積を引けば、こいつとこいつ残りますよね。左の三角形からこの色塗ったとこ引けば、この部分。色塗ろうか。青のここが残ります。右の赤の三角形から赤の部分取れば、ここが残ります。もともと大きい赤は同じです。同じ面積のものから同じものを引いてるんだから同じが残るはずなんだよ、絶対。つまり、この三角形 ACQ と三角形 DPQ の面積は同じだよ、という風になって、この2個が答えという感じになります。いいかな？まあ、透析変形の問題はそんなにバリエーションが多くないので、ぜひね、この2問は押さえてもらえると嬉しいです。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。透析変形変わった問題ってあんまり見たことがないので、もしみんなの学校の先生が、なんかこんなん出してきましたけどってあったら、ちょっとメールで送ってくれると嬉しいです。まあ、経験値として自分もね、あ、こういうのあるんだって知っておきたいんで、もしなんかあればよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。